さあ皆さんどうもこんにちは、ダイドラです。スーパープリンセスピッチ、楽しくやろうぜ。さあクリア後の世界、なんかこの世界ピーチのね、なんかここずっと夜なんですけど、これってリアルの時間と連動してるんですかね、わかんない最近なんかゲーム起動したらずっと夜な気がする。今は夜です、撮ってるの。はい、というわけで、前回ね、この2面の隠しエリアですね、7面、8面、9面での攻略しました。そして、結構難しかったんだけど、あのミニゲームとかも買ってやったりとかしてっていうわけで、さあ今回はね、3面行こうと思います。さあ3面は、ここがお化け屋敷だ、そうだそうだそうだ、ヒュートロ屋敷で、さあここのね、やつ倒しに行こうと思います。さあその前にね、皆さん忘れないようにしたいのが、ボス倒すことですね。3面のボスを倒しておくと、4面のね、隠しエリアが解放されます。7、8、9面ですね。なのでまずはボスから行きたいと思います。ボスって何だったっけ、ここって。キングテレサだっけ、アトミックテレサではなかったよね、確か。えい。さあこのまま向こうにでっけえお化けがいるかさ。お化けといえば光に弱い、部屋を明るくして、中を明るくするかさーっていうことで、あ、なんか思い出した、火つけて回るやつだ、これ。ライトライトアップするとこで、ライトアップ。さてニューステージ、あれ欲しいわー。ピチくださらないかしら。いけません、あげませんそんなっていうことで出てくるのはテレサの親様。やっぱそうだな、キングテレサだな。王冠同士仲良くしようやな。あ、さて火をつけていこうってことなので、えい。さあこうやって火つけて回ればいいのかな、とりあえず。えい、ドゥーン。どうしたね、うおー。さあ火つけて、ここも火つけて、へい。ここも火、全部火つけよう。よし、さあ全部明るくすると、テレサは泣いちゃった。これどうすんだっけ、これで。あー、もうこれでダメージ入ったのか。明るくするだけでダメージ入ってんだね。オッケーオッケー、よし。とりあえず火つけて、火つけて、こんな感じかな、ほんと。おお、いた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 。火つけて、ほい。これでまたいい、2ダメージ入ったね、今ので。下から上にバーンって火つけた方が効率いいね、これ。どう考えても、ほれ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 、いくぜ。火つけて、解除してみたいな、こんな感じね。火つけて飛んでいくみたいな。さあダメージ入ったね。いや、めっちゃ効率いい倒し方してる俺。ダイダラくん優秀ですね、いいですね。テレサくん火消えた瞬間またね、あ、泣き出した。そうだ、ここから泣くんだった、こいつ。ピエンマルじゃんけ、ピエンマル。何泣いとんねんお前は。男の子なら泣くな。あ、やべ、待って、みんな聞いて、ゲージがないゲージないけど、どうしたらいい、これ。どうやってゲージ回復するんだっけ、シャンデリア壊すんだっけ。ねえ、はい、やばい、シャンデリア壊してゲージと取る。よし、ほい。さあこれで敵にダメージ。シャンデリアぶっ壊し大作戦せなあかんって、これ。ほい、よしよし、中から回復。よっしゃ、これね、コーヒーつけて、またうぅ、怒んな怒んな怒んな、火つけて飛んでけ、終わり。ということで見事勝利、キングテレサ。いや、マジで超効率戦法来たな、今の。めっちゃ弱かった。やっぱ、3面まではクソ簡単だって、このゲームの話しまくってたもんな、ずっと。ここは楽勝だよ。はい、というわけで見事攻略完了です。目がバッテンになったね。さあ、これで次回のね、4面もいけるようになったわけで、とりあえず3面いっちゃいましょうか。3、7。はい、ゆいーっと。あまりにも簡単だったら、もう今日でね、4面もいけたらなと思います。あまりにも簡単だったら。ね。でもさすがにそんな簡単なコースが連続で続くわけないやろがいと俺思ってるんで。ね、今んとこめっちゃ簡単ですね、今んとこ。皆さん。今んところの中でニコニコクリアできるようなライトとなっております。いいです、皆さん。みんなが笑顔になれる。おおお、すげえ、隠された道があった、今。今のなんで気づいたんだ、俺。うわ、ちょっと待ってくれ。え、これ、入り口に戻れと。お主、モース、モースか、モースモースか、それ。俺、そういうの良くないと思うよ、俺。入り口に戻そうとする、その精神。ね。落ちて死んじゃうでしょ？ねえ、怒りますよ、これ。まあまあいいけど、滑っていこう、滑って。ガーボン。ちょ、ご飯も欲しいんだ、ちょっと。
ありがとう、ご飯。ご飯くん。ご飯くん。逃げんな、逃げんな。お前はご飯になるんだよ。ガボンも落ちていく。奈落の底へ。でも結構坂滑って降りて上がったりとかで結構楽しい。はい。ここまたなんか上なんかあるんじゃねえの？ない？もう。もう一回上だドンとか言われる俺気がしかしねえけど。大丈夫かな？よし。さあ登っていきます。うわー、今なんかガボン消えたか？あいつ。トゲに飲み込まれたよな。さあ天井走っていく。ほいほい。さあ、ガボン、いた！ダッシュジャンプじゃそれダメなんだね。痛いよ。ちょっと待って、許してくれ。鉄球どうすんだっけ？涙タックルだっけ？うえぎゃー！もう一回行こうか。おぎゃー！よし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 。まだまだ、もう一回行こう。おぎゃーって。よしよし、まだまだ行こう。おぎゃー！もう一回行く？おぎゃー！よし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 。ゲージなくなっちゃった。ピーチ。つれえ。ハートなんか 1.5 しかねえけど。ダメージ食らってた、鉄球ダメージ。嘘？大丈夫かな、これ。ピーチ死んじゃうで、これ。お。これ多分無限キノコくん来ました。無限キノコ編。ほら、無限キノコ編来た。これ美味しい。無限キノコ編。ご飯を食べることによってピーチは、いや、ピーチは何も関係ねえわ。傘からエネルギーを送ってもらってるのである。知らんけど。どうなんやろ。送ってもらってんかな、これ。めっちゃご飯はかどるけど、これ。人生はかどるわ。飯がうまくて人生はかどる。これってさ、考えようによっちゃさ、こうやってさ、無限に一生5コイン稼げる永久期間じゃない？これみんな。ねえ。永久5コイン期間。俺はこのクリボーの人生がかわいそうだわ、みんな。なあ。これはダメだ。永久クリボーになっちゃう。永クリです、永クリ。これどこが順路だろう、わかんねえ。お前何泣いとんねん。人生辛いのわかるが泣いたあかん。なあ。頑張ってくれ。まだ生きていける。さあ、そこのドアを開けるために多分全部ね、光を灯せみたいな感じだと思うので。灯しましょうか。多分真ん中キューちゃんがいて、泣いて火消すからみたいな感じで最後につけなきゃいけないんだと俺は思う。ね。なので、こうつけて、最後の一個に、ドゥーン！オッケー！さあ、これで開いたかな、ドア。多分、開いたね。よし、行こう。さあ、ピーチびっくりマークつかないね、また。おぉ。おぎゃー、おぎゃー、おぎゃー。一生みんなおぎゃー泣いてるけど。無視したら大丈夫、ここ。おい、おぎゃー、おぎゃー、おぎゃー。後ろでおぎゃってるな、ずっとあいつら。さて、抜群のアクション先生、突破です。ほい。痛いね、今の。これ、下か上かっていう大問題あるんだけど、ちょっと上登っていこうか。多分下ないわ、この感じ。ほい。いいね、このさ、うわー、うぜー！バサバサ覚えとけ、お前！バサバサ、あ、やべ、ちょ、今、タッチし損ねた。でも、優しい。あ、やべえ、なんかいるじゃん、ここに。浮き輪丸、浮き輪法師。ヤバ法師。あいつ、悪魔だからな。やぶねえ。ショートカット、ズルは許しまへんでっていう、熱い意志を感じる。ちょっと待って、ね、先にこういうとこ走ってくるの。ね。で、おこさを倒す。ほい。さて、ズルしてます、僕今。あ、やべえ、あそこ、やっぱ右上、ズル防止策、あるな、ちゃんと。ちょっと待って、上行こうか、ここ。さあ、順路的には多分こっちですね。よいしょ。綿毛が怖いよ。綿毛が怖いよ。あー、オッケー！バサバサも怖いよ、俺は。あれ？ここびっくりマークついてたけどな、今。こっち？ちょっと1個前ついてたね、ここびっくりマーク。ほら、ここ。どっか取り逃してんじゃん、俺。どこだろう。ウィー、パリピーチー。え、でも見当たらないってことは画面の下かな、これ。あ、上から下に行ってるから同じエリアなのかもしんない、これ。ってことを考えたら、もしかしたらこれ先進んでいいと思う、俺は。いいとする。先進んで良きとする。行きましょう。おお、怖い。多分同じ部屋なんだよ、これ。上、さっきのとことね。だから多分大丈夫。これは、ほい、サーケットです。で、24ですね、これで。で、これで、一個戻ったらいいんだよ。一回戻って、確認してらいい、してらいいんだよ、これ。もうダメージいとわない。びっくりマークないから。ほら。なくなってるね。オッケー。同じエリアだった。部屋の作りがなんか分かりづらいね。多分この上にね、さっきの部屋があるんだよ。要は。この上に。ね。ほい。というわけで、見事ゲットスターです。今日の俺冴えてんな。いいね。よし。いや、ちょっと今のステージはね、
難易度少し上がってきた気がする。ちょっと今のステージやりごたえあったから、そんな感じで来て、もっといいよいいよ、そんなペースで来て、めっちゃ来てるやんこれ。待って、どっちもうざい。なんか地面急に掘っていった。これでいいや、よし、楽できた。おー、ピーチバサバサブン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 。ここ暗いわ、明かり持ってきて、みんな明かり持ってきて。なんもないよここ、真ん中でドゥルー。暗いけどここ怖いな、火つけていった方がいいのかな。怒りながら行こうか、なんか回復アイテムあるし、ちょこちょこ。ほら、怒りながら行こう。ピーチ、おこピーチ、おこピ、おこピいいよ、おこピいいよ、おこピ回復できてるね、おこピ。あ、いいねいいねいいね、敵も全部おこピだね。よっしゃー、これ上どうなってんだ、これ上壊せんのかな、これおこピで。あ、壊せないな、これ。これで壊せないかな。あ、違う。な、待って。ウィーとか言う前にここ見て、ほら。登れるとこあんじゃん、ここ。イエーイ。なんだろう、ない、ここ。アイテムあるだけかな、これ。アイテムというか、コインとかだけ？わー、コイン祭りだった、今の。700枚。ありがとうございます、コイン。さ、ビックリマークさっきのとこなかったと思うので、ごめん、確認するね。怖いから、俺。ね、俺はビビリなの。ホラーゲーム怖いの。ビビディバディディブーダ大体だから。さあ、ここはあれだね。あー、懐かしい、このぐるぐる回る床シリーズ。これむずいんだよな、ぐるぐる床。これを使って突破していきましょう。ここは別にやらなくていいかなね。必要なとこだけね、回せばいいからね、基本的にこういうゲームって。おお、もうクリアしちゃった、ちょれーぜ。よし、さあ次。さあ、ビックリマークつきましたね、今。ここに何かがある、出た、ご飯。これ風の力がいるぞ、君の力を貸してくれ。行くぞ風よ、行け。さあ、なんか落としたね今。さあ、これで風のおかげで何かが開いたはずです。何が開いたんでしょうか、わかりません。ケセパサ、ケセパサ、はい。どっかのドアが開いたと思うんだけど、どこだろうね。あ、ここかな。あ、よし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 。というわけで25じゃなくて H の17だ。全然違うやつゲットした。イエーイ。いいね。やっぱなんか、今までやったらギミックさ、こうやったらいいよとかいうさ、紹介とかもあったけどさ、野菜。なんかもうクリア後はもう知ってて当然みたいな感じでね、しれっと謎解き出してくるよね。ちょっとだけなんかそういうとこは難しくなってるなって俺印象ある。ね、サンキュー行きましょう。サンキュー。さあ、3のヒューメン。おーこさー。え？なんてんこれ。下、あえて下。あ、なんもないでーす。上行きましょう！レッツゴー！あー、これむずいやつやん。むずいやつやん、これ。これは。えい！どこがゴールやんねーんってやつ、これ。ウェーイ！どっちどっち、左だな、これは多分。イエーイ！こっち行きの？上になんか土管があった、今。そこがゴールか？でも反対側もちょっとチェックしておく。豆の男だいたら。はい。あ、何してんの？今下手くそ！ぽい！よし、オッケー！さあ、これで攻略。危なかった、今の空中戦俺苦手やね。え？帰れない、これ。行くしかない！さあ、スライダーコース行くぞ！隠しステージのスライダーコース！どんな難易度なのか、今ちょっと危なかった。普通に、今俺今死んだと思ったけど生きてた。ありがとう。優しさの世界を感じた今。その優しさをいつでも発揮してくれ、頼む。ふぅ、よし。いや、今の、な、うわぁ、無理。これなんだっけ、怒るんだっけ、泣くんだっけ、泣く、泣け、おぎゃーおぎゃー、怖いよー、おぎゃー、来ないで、来ないで、これ届くか、危ない、結構ギリギリじゃん、結構ギリじゃん、やーだーってマジで言ってるか、これ今かなりギリギリジャンプだったんだけどな、俺ねえ。 A ボタンも長押し必須ですね、やっぱ長押ししてギリギリジャンプするっていうの。俺この先ぐらいだよね、2個目3個目4個目この次だ、多分5個目。あー、よーし、オッケー。さあ、パズルゲットした。この後、え、はい、危ないだろ、絶対。よし、突破！というわけで、泣きながらゴールしたら、フラワーゲット。
初めてゲットじゃないフラワーって。イエイ、1、10、30、50っていう感じですね。777っていう。いや、今の最後は良かったな。さあ、今のコースをやっぱ結構簡単でしたので、続けていっちゃいましょうか、このまま。さてね、次がここのエリアですね。ボスステージ。なんだっけ、火山のボスって。ドラゴン。いや、ムカムカだから花ちゃんだっけ、ここって。確か。芋虫がいるかさ、怒りながら地面で変なバネに重い体重かけたら、あとひっくり返ったところでなんかするかさーっていう。オッケー。竜巻とか使えよって言ってたね。よし。ドン。これ怒った状態でドーンって踏み潰すんだっけ、忘れちゃった。さて、ニューステージをボールのように遊ぶ花ちゃん。かわいいちゃん。花ちゃんおいで。はい。ドゥン。こうだね。ドゥンってしてからの、はい、ドンってしてからの、ボーンだね。擬音しか言わねえ。ドゥンして、ボンして、ガンね。ほら。花ちゃん、どこ行く？向こう行かないで。お、危ねえ。花ちゃん、どこ行った？花ちゃん、多分この辺で来るね、そろそろ。俺の読み。ちょっと負けたわ。読み負けた。敗北、読みの敗北。足音したらぐらいから押す。どうだ？完璧ー。あれ、何も大丈夫？あ、怒りが収まっただけか、それ。なんで怒んな、怒んなよ。すぐ怒んだから、花ちゃん。今の惜しいな、山の。痛い。ほい。ひっくり返らんな、これはさすがに。惜しい。花ちゃん、早く、もう早く、早く帰ってきて。ほいー。どうだ、花ちゃん。弱点分からず。よし、じゃあここで待つか、花ちゃんを。花ちゃん、どこ行った？帰ってきた。顔出ししたら、ここで。ウィーン。なるほどね。怒った状態だと、あれ、短い、おい、ずるくないか、それ。花ちゃん。花ちゃんももう結論ですね。こうですね、花ちゃんも。はい。もう完璧です、花ちゃんも。はい、攻略完了。攻略完了、花。怒った後もその1個前で待てばいいんだよ。ね、右と左と真ん中にね、このバネがあって、あ、臭い。臭いわ。ね。あって、で、花ちゃんが来るタイミングで、地面が揺れるので、揺れたタイミングでこのバネを押せば、ね、ひっくり返ってくれるんですけど、今ダメージ食らったことによって、脳幹ですね。やばいです。やばいです。いろいろやばいです。ちょっと待って、いろいろ死ぬ。やばい、ガチ死ぬ、これ。ちょ、一旦回復。花ちゃん！やめて、それ。えい！よし。ちょ、回復ね。もうほんと、花ちゃん、首すごいことなってるけど大丈夫それ。折れてない首。走っていっちゃった。ほれ。さ、ドーンってして。花ちゃん、ひっくり返らんかな。ひっくり返った！よしよし。完璧。花ちゃんは怒らなくなった。優しい花ちゃんに戻ってくれてありがとう。それ遠いな。それ遠いわ。くっ。ずるいって、それ、さすがに。さあ、来い。ほい。さあ、おこちゃん？花ちゃん？ほい。どこ？だ、むずいって、そんな！反則だろ！オッケー！やったー！なんか、謎だった、今。踏められてる時と踏めない時があった。まあ、でもなんとか、花ちゃん、撃破だぜ。さあ、エリア5のニューステージ獲得。よーし。じゃあ、今回も残ってる3つのクソムズエリアをやっていきましょうか。ね。どんなもんやろか。さあ、これは船に乗ってドンブラコ。ドンブラコ、ドンブラコ。僕はダイダラ。あなたは誰？なんか、雷雲みたいな、ジュゲームの雲があるけど。あれは何だい？君は誰だい？君は謎のジュゲームの親戚。ね。雷カス。神カスですね、神カス。ちょっとこれ、下に待って、ドンブラコしてるから急がなあかんやつや、これ。ドンブラコ。なんで、シリ焼けんの？熱いわ。これ、シリ全部焼けるタイミングや。危ない。いや、焼けたわ、シリ焼けても、シリ焼けても関係ねえ。この、ドレスは、鋼鉄製よ。ねえ、燃えないわ、っていう。燃えないわ、ピーチだから。ねえ。
マリオもそうだけど、みんな裸ならないからな。でもマリオってオデッセイで裸になったからな。ワンチャン脱げるぞ。ね。さて、今のところなんかオーソドックスのさ、足場がやっぱちょっと少なめのね、火山コースっていう感じで。まあ普通ですよね。右ずっと押しっぱでも全然問題ないぐらいで。ね、の難易度ですけど。ほい。ちょっとショージャンプのね、ふんわりジャンプしなきゃいけなかったりするシーンもあるわけですけどね、そこら辺はまだ簡単かなと思います。さあ、ここでびっくりマーク来たぞ。びっくりマーク、せーい。でも結構やっぱ、いや、隠しコースやってて思ったのは、隠されてないんだよね、そんなに。なので、まあ、ノリで楽勝に行きましょう。縦横縦横っていうか順番で、これブーストするやつですね。今度本編なかったぞ。あったっけね。ウィーあっすえうんこなぜダイダラ君、君はそんなにゴリ押しをするんだい。ねえ、もういろんな人に言われちゃうやつだよこれ。なぜダイダラ君、君はっていう。おーげーい。さあ、これでこのステージのアイテムゲット19。もうゴリ押し得意だから俺もうゴールだっためっちゃ簡単だったはい、というわけで言うとクリアー。まあ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 、そんなに難しくなかったかなと思います。さあ次8名いきましょうか。7、8、9。いけるぜ。さあ、空に浮かぶ雷雲ジュゲム。やつは一体誰なんだい？もう食べるしかねえ、こいつら。これ何これ？風船くん。風船くん。風船くんの力を使い、上にせっせと登るピーチちゃん。ピーチちゃん来た。はい、ドーン。あれ？もう一回。はい。はい、ドーン。はい、ドーンってすると、道がドーンって壊れるやつ。よき。いくぞ。ドゥーン。あ、壊せない、これで。ドゥーン。こうしよう。パンチでは壊せる。かわいい。はい、じゃあ次。めっちゃ火吐きそう。めっちゃ火吐いたわ。これ、頭焼けへんから大丈夫。髪の毛丈夫やから、ピーチ。はい、これしゃがめばいいでしょ、ここ。本当にそれ大丈夫なんか、しゃがんで。いや、生きるわ、これ。いやーん。今、ダメージ食らった飛び跳ねで先進んだね、俺。いいね。そういうちょっとクレイジーなところ嫌いじゃないぞ、俺は。ピーチ。よし。さあ、サクサクと越えていく。俺、2D の方が結構やっぱアクション得意なんだよね。こういう意味では、今みたいな感じで。ただ、まあ、DS だからね、少し難しいところ あってね。あれだけど、やっぱ、アクション感っていうのはね、ある程度ありますね、まだ。大丈夫。まあ、でもこのゲームでアクション感語られてもってところすげえあるかもしれん結構簡単な部類のゲームだよな、ほんとこのゲームって。どっかドカン入れると思うね。一個ぐらいなかったでーす。待って、これあなた待ちなさい。私空飛ぶわ。ふいー。よし、さあ先行こうか。お、びっくりマーク来たね。君たち、僕のためにコインをくれに来たのかい？ここめっちゃええとこちゃん。ねえ、これ上か下かみたいなとこあるけど、俺からしてみたらそんなどうでもよくて、コインかコインじゃないかだよ。どういうことや。これ、あ、上入れる。え？あ、みだくじか、これ、やっぱり。ねえ、上は？正解やん。上にどれかが、ジグソーパズルって言ったけど、今答え見えたんだよな、俺は。あれ？入れない。ランダム？それもしかして。ランダム要素来た？ランダム要素。どこかだけよ、みたいな。ねえ。そっちですわよ、っていう。ランダム要素来てるな、これ。うわぁ、当たり引いてるじゃん、これ。外れやけどさ。お金ちょうだい。お金ちょうだい。ありがとう。お金ちょうだい。じゃ、これだ、正解。入れねえが？え？入れた。来た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 、当たりだろこれさすがに。ウィーウィー、バズルドピース20ゲット。ウィー、ありがとうありがとう、祝い金ありがとう、みんな俺のためにお小遣いありがとうお小遣いありがとう、みんな俺のためにありがとう、俺幸せになるね。はい、というわけでゴールしましょうか。たくさんのコインをいただき、ダイダラ君、ゴールスター完璧50枚。いいね。あそこのステージのクリボーいいね。
はい、じゃあ次4名の最終で、ね、エリア行きましょうか。さあ上に浮かんでる雲が怒ってるのが俺はもう気にかかってる仕方ねえが、ね、気にせず行こうね。うわー、ドラゴン丸、ドラゴン丸もいるが、ブロック壊すたびにコインが出ることに俺は喜びを覚えてる。いいねー。む出たー、スライディングコース。ライダーコースなんか前回の最終面も出してきたりとかさ、やっぱちょこちょこなんか難しいの出してきたよなこれ。やっべー、あっぶねー、今ちょっと怖かったぞ今俺。怖い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 。よしよしよし、いよいよよ、オッケー。というわけで攻略、え、ちょいムズ来てるな、やっぱちょいムズ、ちょいムズの流れ。いや、ちょっとずつはやっぱ難易度上がってるわこれ。ドゥーン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 。よーし、懐かしいな今のお小石、お小石もぶっ壊すぜってやつで。さあ21番のピースゲッツー。ケセパーサってやっつけれたっけ。やっつけれねえな、ケセパーサ。やっぱ涙流したやつ切れるかな。おお、ちょ待って、涙を流す位置がいるんだね。おいで、聞いてないね、ケセパサ。恐ろしいなあいつ。よし、さあゴールしましょうかね。最終エリアもそこそこ簡単でした。うはずれ、くっそ、今ちゃんと狙ったのに。まあでも今日ね、このエリアはスター2勝でしたんで、俺の勝ち。はい。ということで、で、4面の隠しエリアも攻略しました。そこそこやっぱ簡単でしたね。さあ、残ってるのはね、これで5、6、7、8と、あと半分となりました。ね、こちらのエリアもね、隠しエリア攻略して、完全攻略しましょう。それでは終わりましょう。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね、あつまよう。